岩手ビッグブルズは岩手県盛岡市をホームタウンとして B3 リーグに所属しているプロバスケットボールチームである。2011年 BJ リーグ加盟。チーム名の岩手ビッグブルズとは岩手県が本州最大の県土であるというビッグと前サー牛、単角牛、乳牛などの牛を意味するブルを組み合わせられた。 応募総数1,569件の中から選ばれ、チーム選考会議を経て決定された。チームロゴは、闘牛のように力強く、勇猛果敢に勝利を収めていく姿をイメージしている。情熱の赤、南部鉄器と三陸の海をイメージした、濃紺、世界遺産の平泉をイメージした黄金である。2013から14シーズンは、岩手県営体育館をメイン会場とし、 県内8カ所で開催する。2020から2021シーズンは、森岡高屋アリーナをメイン会場とし、県内5カ所で開催している。2021年1月、練習専用体育館、矢幡町、岩手ビッグブルズアリーナが開館した。初年度より、岩手県内でパーソナリティとして活動する、松見拓也が MC を担当している。2018年8月に退任。 2018から2019シーズンからは2代目 MC として村井沙織が決定している。初年度より中条鈴をディレクターとするブルーズダンサーズが応援を行うとともに岩手県内でチアダンススクールを運営していた。2016年4月、チアダンスチームとスクールはクラブから独立し、リップスダンサーズが設立される。 しかし2016から17シーズンに向けた、クラブ側とチアダンスチームとの契約交渉が折り合わず、2016年9月に、以後もチアダンスチームは、不在のままで、ファンの間では、チア復帰を求める署名活動が行われる一方、クラブ側は、新たなチアダンスチームを2016から17シーズン中に作る方針を示した。2016年12月、新チアダンスチーム、 ビッグブルズチアのメンバーが決定し、12月24日のホームゲームから活動開始。2018から19シーズンまでビッグブルズチアとして活動した後、2019年9月チーム名公募によりレッドチャームに解消した画像は森岡情報ビジネス専門学校の前に設置されているもの。 岩手ビッグブルズファンの二人は試合観戦で偶然隣になったことで知り合い、滝沢集会の滝沢総合公園体育館で行われた TKBJ リーグ岩手ビッグブルズの公式戦のハーフタイム中に挙式した。関連企業の前にはロゴマークの入った自動販売機が設置されている。2010年日本プロバスケットボールリーグ参入を目指して、 岩手プロバスケットボール設立準備発起人会を設立し、8月10日に BJ リーグへ参入申請書を提出。その後のリーグの審査を経て、8月26日に2011から12シーズンからの BJ リーグ新規参入が正式決定した。9月に岩手プロバスケットボール設立準備委員会を設立し、12月1日にチーム運営会社、 株式会社岩手スポーツプロモーションとして法人化。2011年1月にチーム名公募を開始し、3月8日に一般公募1569件の中から選ばれたチーム名岩手ビッグブルズを発表。5月19日にチームカラー、チームロゴ、ヘッドコーチを発表した。2011から12シーズン、編集初代ヘッドコーチに若手育成に定評ある。 ギリシャ出身のブライキディス・ブラシオスを招聘6月の BJ リーグドラフト会議では、走れるチーム、岩手にあるチームとして、地元の選手も育てていくをコンセプトに、全 JBL とヨタ自動車アルバルクの管蓄、早と山へ、JBL にレノバ鹿児島で、リーグアシスト王の並里優などの若手選手と、岩手県出身で、ストリートボールレジェンドなどで活躍した山本義明、 同じく、岩手県出身でもリオカ南高校時代に、川村拓也と共に、チームの中心としてプレーした、千葉晋也、大学時代に、岩手大学でプレーした、野上敦志を指名。伸びしろのある若手を中心に、岩手や東北に、ゆかりのある選手なども指名した。6月30日、秋田農山ハピネッツより、金銭トレードで、地元岩手出身の沢口誠を獲得。 その後、高田圭太と外国人選手5名を獲得し、開幕を迎えた。開幕後連敗を起死した後、10月30日の埼玉ブロンコス戦で初勝利したが、前半は再開に低迷。1月18日、ブラシオスヘッドコーチが家族の事情のため退任し、富山進氏アシスタントコーチがヘッドコーチ代行に就任。 その後氏がレイクスターズのアシスタント GM を務めていた、経験のある、井口元文を GM として迎え体制強化を図り、シーズン終盤には4連勝するなど好調を維持し、プレーオフ進出一歩手前の7位まで順位を上げシーズンを終えた。2012から13シーズン、編集、全国制覇をスローガンに掲げ前シーズン琉球、ゴールデンキングスを優勝に導いたオケ谷だよ。 小平、高橋健一、中村直人などの経験豊富な日本人選手に加えレジーを交差、ディリオンスニードなどの有力な外人選手も獲得し、シーズン開幕を迎えた。開幕後は開幕戦から8連勝するなど好調を維持し、前半選手位で折り返した。リーグ後半戦は外国人選手の怪我や出場停止などが相次ぎ順位を4位にまで下げてしまったが、 参入二年目で、初めて、プレイオフに進出レギュラーシーズン4位までに与えられる、プレイオフファーストラウンドのホーム開催権を獲得し、レギュラーシーズンを終えた。プレイオフファーストラウンドは、レギュラーシーズン5位の秋田ノーザンハッピネッツと対戦して、第一戦に勝利したが、2、3戦目に敗れて敗退した。2013から14シーズン、編集開幕戦で新規参入チームの青森に、 敗れてシーズンが始まったが12月から2月にかけて10連勝を記録して上位争いに加わる。シーズン終盤にも首位の秋田戦連勝を含むチーム記録の12連勝を記録し、レギュラーシーズン過去最高順位のイースト2位でプレーオフカンファレンスセミファイナルのホーム開再建を獲得した。セミファイナルではイースト3位にまで順位を落としていた秋田と対戦。 接戦となった第1戦77から80で落とすと、翌日の第2戦も59から82で完敗し、前シーズンに続いて、秋田にファイナルズ進出を阻まれた。2014から15シーズン、編集、オケタ大成3年目。チーム創設時から所属していた、山本義明や高橋健一等が対談し、関畜隼と中西厚ウェインアーノルド、 アブデューラク想を獲得。リーグ戦前半戦はリーグ新記録の19連勝を記録するなど好調を維持し、前半戦主位で折り返した。リーグ後半戦は順位を2位に下げてしまったが、プレーオフに進出。ファーストラウンドはホームで7位の福島を2勝0敗で破り、翌週のカンファレンスセミファイナルはホームで6位の青森を2勝0敗で破り、有明コロシアムでの ファイナルズ初出場が決定した。有明では、カンファレンスファイナルで、秋田に敗戦。翌日の3位決定戦でも滋賀に敗戦し、総合4位でシーズンを終えた。2015から16シーズン、編集30勝22敗で、東地区3位。地区プレイオフ準決勝で敗退した。2016から17シーズン、編集従来の2つのトップリーグ BJ リーグと、 NBL に代わり発足した新リーグ、B リーグの参入審査で岩手は2部の東地区所属となることが決定した。レギュラーシーズンは15勝45敗に終わり、東地区再開に沈んだ。2017から18シーズン、編集2017年11月11日、社名を株式会社岩手スポーツプロモーションから株式会社岩手ビッグブルズへ変更。 シーズン開幕以降は勝ちきれない展開が続いた。2017年末時点で2勝26敗の成績により東地区再開。リーグワーストの21連敗中の成績を受け、2017年12月に上田康則 HC が退任した。その後、かつてベトナム代表を率いたドンテヒルが HC に就任。地区再開に低迷するチームの再建を託された。 だが、シュート成功率が低く、序盤から点差を広げられ、最後まで追いつけない試合が多く、不要意な反則から失点を重ねるケースも目立った。結果、リーグワーストの24連敗を含む7勝53敗に終わり、全地区を通じて、最下位に沈んだ。同時に、横浜アリーナで行われる B、B2B3、入れ替え戦で、B3 優勝の八王子と対戦に回ることになった。 八王子との入れ替え戦では、岩手は試合開始約2分間でファウルが5つに達したのに対し、八王子は亀崎の3ポイント、大城のレイアップで2から9とリード。その後も亀崎、大城、地球里を中心に攻め込んだものの、残り約1分間で3ポイントを含む5得点を与え、16から22と6点リードで最初の10分間を終えた。 第2クオーターは、序盤からシュートの入れ合いで、開始3分46秒に、マーカリ・サンダース・フリソンの得点で26から27と1点差。オフィシャルタイム前には、八王子の金井健二、岩手は西博太郎が、それぞれ3ポイントシュートを沈めた。残り5分を切ると、やや、ロースコアの展開の中、八王子が、亀崎のフリースロー。 ブレナン・マッケル・ロイト・ジョーンズのジャンプショットで得点を積み重ねた。31から39で突入した第3クォーターは序盤にローレンス・ブラックレジが攻撃を牽引したものの残り4分18秒の時点での八王子の猛攻により亀崎の3ポイント、浅野のジャンプショット、山口力也のバスケットカウントなどで一気に21点差まで拡大。第四クォーターでも 最後まで気を緩めることなく試合の主導権を握られ、55から83で終了。B3 広格が確定した。2018から19シーズン1試合最小得点44得点1試合最小失点53、失点1試合最多失点111、失点最多連勝12連勝最多連敗24、連敗歴代ヘッドコーチ、編集ブライキディスブラシオス、富山進むし、 桶ケ大勝久・ジェフリー上田康則・ドンテヒル岡田・ダ、オサムヨシダユーマナガタコウジヨシダユーミガクカコに所属していた選手、編集岩手スポーツプロモーションに関するカテゴリー。ありがとうございます。